Hello, this is h i r o s h i h a y a s h i Hammam a City, Japan, Symphony for Prometheus, Mystery of Symphony No. 9. In this、uh, video clip, I'd like to explain about the mystery why and for whom Lulif compares Symphony No. 9. なぜベートーベンはまた誰のために大工を作曲したかその謎にこのビデオの中で迫ってみたいと思います。まず、大工についてですけども、 えー、大工の詩はです、ね、元々はって言いますかシラーのの作詞によるものですシラーがドレステンの大会のために作詞した詩をです、ねえー、でベートーベンが載せて大工を作りましたシラーはフリーメイソンリーでしたねそしてベートーベンはフリーメイソンリーであったかどうかということについては確たる証拠はありませんが、まあ、その可能性は、まあ、大変大きかったということですね でこの大工に載せられたこの詩はですね、もともとはフランス革命の時に、ラ・マルセイエーズのメロディーで学生たちが歌っていたものだそうです。まあ、これがベートーベンの直筆、まあの楽譜ということになりますね。そして、1824年に完成して、初演がなされます。まあ、これがその楽譜です。 もともとはフリーメイソンリーの理念を示したものであり、トレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたということですね。まあ、これであの大工の性質といいますか性格が皆さんにも理解していただけると思います。もちろん、ベートーベン、あの冒頭の部分はあのベートーベンが作詞したと言われています。まず、神々の形図ですけども、これがシュメールの神々の形図です。 で、このケースの中で注意していただきたいのがエンリルですね。そして、まあ、エンキ。エンリルは人間の改造に反対し、エンキはその反対を押し切って人間を改造します。その孫娘がイナンナ、すなわちバビロニアの頂点のに立ちます、バビロニアではですね、頂点に立ちますイシュタールです。で、これはギリシャ神話の、まあ、神々のケ図と言いますか、ケ図ですね。で こうして並べてみますと、大変奇妙、興味の深いことがわかります。で、これがシュメールの神々ですね。で、右の方がバビロニアの神々です。で、こうして並べてみますと、まあ、イスタールはイナンダですね。イナンダイ・シュタールは孫娘でしたけども、バビロニアでは頂点に立ちます。そして右にシャマーシュ。イナンダと、イスタールとシャマーシュは兄弟だというふうに言われています。 で、エンリル、エンキが、ま、あその、イシタールの下にいるわけですね。で、イナンナが頂点に立つと。で、スインっていうのはイ、イナンナ、イシタールのまあ父親ですよね。で、右にシャーマン氏がいます。これが、あの、ギリシャ神話の中ではヘリオスになります。そして、アポロに太陽神の神を奪われた後、まあ、あイシタールと組んでキリスト教を立ち上げます。で、下がですね、あの、 ギリシャ神話の神々ですけども、赤い枠がこれがチタン族です。そしてブルーの枠がこれがオリンピアンですね。で、えー、ヘリオスはここにいます。いわゆるその、チタン族に属しているわけですね。で、チタン族と、まあ、オリンピアンが、まあ、戦争状態になり、そしてまあチタン族が負けるわけです。上の中央の丸、赤,まあ、赤四角がこれがレアです。ゼウスの母親ということになっていますが、 まあその母親イコール、妻はイコール、娘ということは、神々の世界ではよくあることです。で、頂点にガイアがいます。で、こういう経図で、まあ、まあ、あったわけですけども、ここでチタン族と、それからオリンピアンが対立関係に入ります。で、チタン族とオリンピアンが戦い、結果的にチタン族が敗れ、オリンピアンが、まあ、勝利します。で、オリンピアンの頂点に立つのがゼウスということになるわけですね。 で、このゼウス。このゼウスですね。そして、えー、まあ私はゼウスイコールザラスストラというふうに考えていますが、あのまあ私は考えているだけですね。それで、ゼウスとザラスストラの まあ、息子ってことになるわけですけど、ミトラとアポロと。で、ミトラとアポロはギリシャ彫刻の中では顔が同じですね。ということは、ギリシャ彫刻は、まあ、ミトラとアポロが同じ神であることを、まあ、彫刻を通して私たちに教えているということになります。で、ミトラ。まあ、ミトラいうのはあのザラストラのまあ息子になりますし、アポロというのはゼウスの息子になるわけです。そして、ヘリオスとレア、まあ、イスタールですね。組んで、キリスト、キリストを立ち、キリスト教を立ち上げます。 ヘリオスがキリストというイエスという名前を語るわけですね。その流れがカトリック、まあよりチェチンローマとフリーメイソンへとつながっていきます。まあ頂点に立つのが、まあ結局はまあレプタリアン族と、それからトールワイト系ということになりますが、トールワイトがいつそのまあ 右のブルーの枠の中に入り込んできたかということについては、私はまだよくわかってませんが、いわゆる白人というものが生まれたのはですね、今から8000年前だと言われています。そういった論文も発表されています。そしてこの両者はですね、対立関係に入ります。そしてまあずっと現代に至るまで対立関係になるわけですね。そういう流れの中でモーツアウトが敵を発表し、またベートーベンが大工を作ったということです。ベートーベンが大工を作曲して、まあ、 あーローマンカトリックに対抗するわけです。そしてそういう過程の中からフランス革命が起きます。まあ、この前後にあの徹底した弾圧が行われるわけですね。ローマンカトリックによる、まあ、フリーメイソンのへのあ弾圧が起こります。その書文章はあこの続くビデオの中で皆さんに紹介します。そしてその流れがずっと時代を経りまして、アメリカが独立したときに、いわゆるその フフランスののリリーーメメイソリーたちがアメリカに自由の像を送りますそしてこれが、えー、大学の歌詞です。この中にそのいくつかのヒントが隠されています。ここにエリゼムという言葉があります。これはギリシャ神話における理想郷を言います。天井楽園ですね。エリゼム。まあ、このエリゼムについてはいろいろな絵が描かれて、まあ、イメージとして描かれていますが、これもその中の一枚です。いわゆる天井楽園ですね。そして、まあ、その中にですね、 順に追っかけていきますと、えー、ここに、まあ、その、もう一つのヒントが出てきます。うーん、で、というのもあんですね。地天使ケルブには神の前に立って言ってるんですね。あのー、ケラブ。ケラブ。これは、あのキ、キリスト教側が言うケラブ。地天使の、まあ、なんて言いますか、イメージ図です。で、まあ、こういう形で表現されてるわけですね。で、ここのところに、星空の上に、 というふうに書いてある。これ、赤月さんという方が指摘してくださいましたけれども、星空の上にという言い方は、キリスト教ではしませんね。星空の上に神。星空の彼方に神がいるという言い方は、これはあのキリスト教の言い方でありません。それとも皆さんはキリスト教でそのように言っていることを聞いたことがありますかないでしょ。まあ、この星空の上にというのはいい、いわゆるそのフリーメソンリー側の神の、まあ、いるところということになるわけです。まあ、ここでも出てきますね。 星空の上に、星の彼方にという言い方をするわけですね。そこで問題なのは、ケラブというのは誰かということなんですね。先ほどお見せしましたのは、あれはあのキリスト教側のケラブです。地天使です。で、地天使ケルミは神のようにといは、まあ、ちゃっかり横取りしているということになるわけですけども、ケラブというので調べてみますと、ケラブの像というのはあるんですね。まあ、これがあの、英語でケラブというときは天使一般を指しますので、そこはちょっと難しいときは、混同なさらないでくださいね。 これはケラブです。で、このケラブの、まあ、像でですね、一番、あの、まず注目したいのはこの足なんです。足にこう、鎖をつけてますね。で、鎖をつけてるってことは、まあ、天井から追い出された、まあ、神ですよね。いわゆる人間改造したがゆえにですね、あの、天、天国、天井から追放されるわけです。その、えー、像がですね、左の自由の像となっています。ということは、このケラブっていうのは、あ足に鎖を巻いた、 まあ自由の像ととと共通性があるということです,、ね、すなわちプロメテウスとということになるわけですプロメテウスも足に鎖をつけて野に放たれ、そして毎日こう鳥にです、ね、体をついばまれるという刑を受けるわけです。しかし一晩たっと治っちゃうんだそうですね。あの神々というのは。まあ、ともかくもそうしますと、このケラブというのはプロメテウスということになるわけです。 ケラブイゴールプロメテウスという結論が出てきますね。すなわち、大工で歌われているケラブすなわち神というのは、プロメテウスのことを指すというわけですね。で、ローマンカトリックの方では、このケラブのことを、まあ、ケラブといいますかね、プロメテウスをルシファーと呼んでいます。まあ、サタンですね。最悪のサタンのことをあルシ、まあ、ルシファーというわけですけども、同じプロメテウスをルシファーと呼び、一方、フリーメイソン側では、まあ、 人間の,いわゆるその創造主という形で叩いているわけです。まあ、どちらが正しいか分かりませんよ。その結果はこれから出てくるわけですからね。いわゆるその核兵器を持ってしまった人間がですね、まあ、どうなるか。それはこれからの人間の選択にかかってくるというわけです。そしてまあここですね。うんで、ケラして、フォーゴー。あフォルトでここの部分はあの大学の中で歌われたんですけども、知天使ケルブやケルブ、 ビームは神の前に立つ。ケラブですね。ケルビーム、まあ。いろんな意味方をします。ということで、大工というのはですね、ベートーベンがですね、いわゆるプロメテウスのために作曲したということがこれで証明できましたで。続くビデオを見ていただきますが、その前に一つ大きな間違いをしていますので、ここで訂正させていただきます。 続くビデオはナン、no. バー844ですけども、2014年の5月ちょうど1年前に作ったビデオですけども、その中でですね、あま、あのその時はまだあのケラブっていうのは誰かわかりませんでしたのであの、キリスト教側が言うケラブを持ってきまして、そしてこれがですね、イスタールの図と同じだということで、これはみんなイスタールですけども、ということでこれはあのケラブっていうふうに、あのいわゆるルシファーというふうに誤解してましたけども、それはこの場で訂正させてください。 えー、そういうそういうそ,そのまあこの部分は間違いだということですね。もし矛盾する点がありましたら、今までここでご覧いただいた内容を優先して判断してください。ごめんなさい。ということで続くビデオをどうかお楽しみください。バイフォーナウ。Hallo, this is Hiroshi Hayashi, h a m a t s Japan. The theme from Beethoven's No. 9 Symphony is one for m i s e r i e フリーメソン vs In Japanese ベートーヴェンの大空交響曲はミトラ教参加の交響曲であったその背景にはチェマンサイフリーメーソンとカトリック教の戦いがあったベートーヴェンはシュラーの詩を使いそしてナンバーナインシンフォニーを作曲するわけですね 合唱付きですこのシラという人はですねどういう人かと言いますとフリーメイソンですねそしてこのベートーベンが使った詩はフランス革命でも歌われてたそうですでもともとベートーベンがですねこの大学に使った詩というのはですねフリーメイソンがまあ何て言いますかシラがですね フリーメイソンの大会のためにドレステンのフリーメイソンの儀式のために書かれた詩であったということですここは重要ですねでベートーベンは生涯にわたってシラの収集を愛読したとベートーベンがフリーメイソンであったかどうかということについては記録がありませんではここで神々のおさらいをしておきますかつて一人の神がいましたそしてこの神にはナンバー2がいたわけですね このナンバーツーが起きて破ってですね、人間に遺伝子操作をしたのでしょう。火の使い方を教えてしまったのです。すなわち火の使い方というのは象徴的な出来事でして。つまり人間に知恵を与えたんですね。で神は怒りました。そしてナンバーツーを神の国から通報したわけであります。鎖に巻かれ。そして。まあ天国から通報されたわけです。 一方、方人間は火の使い方を覚えました。知恵を与えられました右の一方の人々は神をモーゼと呼びました左の一方の人々は彼をゼウスと呼びましたモーゼと呼んだ人々は神を絶対死しそして神の掟を破ったナンバー2を悪魔としました一方、えー、ゼウスと呼んだ一方の人左側の人々は まあ、ゼフと対立し、人間の立場からですね。そのナンバツをたたえました。こうして。神は二つに分かれたわけであります。この二人を比べてみてください。右は。あ、ミケランジェロが彫ったモゼ像です。左は。ギリシャに残るゼウス像です。そして、右の方はルシファーとなり、左の方は。 プロメテウスとなったわけであります。ただ彫刻として残っているルシファーにしてもですね、えー、後に出てきますケラブにしても女性の形女性の体をしてるんですねここがあの何て言いますか後世、まあ、ギリシャあるいは左の方は中世に書かれた絵ですけども、えー、混乱するところですね そして右の方はキリスト教へと引き継がれそしてローマンカトリックへとなつながっていくわけです左の方は、えー、ミトラ教となりそしてやがてその両者の対立といいますか溝を深まるわけですねキリスト教は、えー、5, 5世紀の後半にですねローマ国教となると同時に勢力を得て徹底的にゾラスター教ミトラ教を弾圧しミトラ教を ににににに破破壊壊すすするるるわけでで今に見るように跡形もなくなくほどまでに粉々に破壊しましその過程の中でルネサンスが起こり右の方にはダヴィンチ左の方にはそれに気づいたミケランジェロがつくわけでありますその戦いの様子はシスティーナの礼拝堂の天井画を見ればわかりますそれについては精査しましたのでどうかご覧になってください音楽の世界にとって例外ではありません ハイドンバッハですねそれはまあローマカトリック側につきますそしてモーツァルトベートーベンは、えー、左側はっきり言えばもうフリーメーソン側につくわけですモーツァルトは魔キの中で痛烈にローマンカトリックを批判しベートーベンは今日述べますように大工を通してローマンカトリックを批判するわけでありますそういう中で1789年にフランス革命が勃発します 人々は自由を求めて戦いましたフリーメーソンとローマンカトリックの対立は根が深いといいますかルネサンスを通しそして現在にまで伝わっているということなんですねでローマンカトリックにしてみればですね フリーメイソンはまさに目の上のコブといいますかねまあ天敵のようなもんですねですから歴史の中で長い歴史の中でローマンカトリックはフリーメイソンを徹底的にといいますかここに書いてあるように弾圧といいますか押さえつけてきたわけであります。 各国の世俗主権力にフリーメイソンを弾圧を行うように強く要求しているとこうした歴史があるわけですね。マチュ裁判やユダヤ人迫害と大道彰尉の代物であると刃文という言葉を簡単に言いますけれども信仰の 外にいる人にはなかなか理解できない言葉ですけども、信仰の中にいる人にとっては、波紋というのはまさに自己否定と言いますかね、全身格を否定されるに等しいわけです。で、まあ、ここに書いてあるように、相当まあ、強力なですね、えー、弾圧だったりに感じますね、3万人が300人に減ったということですからね。で、まあ、大工の歌詞を見てみますけども、えー、換気に寄せてと。 この最初の産業はベートーベンの作詞によるものだと言われています。そしてここ最初に出てくるね。エリーズム。エリーズムというのは、あのいわゆるギリシャ神話に出てくる死後の世界の理想教とうわけです。でまあ、このこエリズムという言葉を使ってあることからもわかりますように、これは、まあ、ギリシャ神話キリスト教の世界を歌ったものではないということですね。まあ、それは確かですね。 まあそれを、まあシラは歌い上げたということなんです。で、ここで出てくるケラブなんですね、問題は。で、これは先ほど、まあ言いましたように、ケラブというのは、えー、プロメテウスのことであるというふうに、まあ証明できるわけです。 まあ、鎖がその一つの謎を解く鍵になったわけですけどもね。で、じゃあ、ケラブというのは誰かですけども、やっぱりケラブ、まあ、ルシファー、プロメテウスということになりますと、イコールルシファーということになりますから、まあ、これははっきり言ってキリスト教側にとっては非常にまずいわけですよね。ですから、まあ、この時代の流れの中でですね、ケラブは、ケラブであって、いわゆる知天使であって、まあ、プロメテウスのことではないんだというような、まあ、なんて言いますか、まあ、常識作りというのはなされたんじゃないのかなと思いますね。今にして思いますとね。まあ、あの、 時代の流れの中で作り上げられて、まあ、変節していく部分というのは多いですからね。特に宗教関係というのは多いわけですよね。で、ここでまあ、星空の上に神を求め。これは先ほど言いましたように、これはもう星空の彼方とかね、星の上にってことはもう、これはあの、キリスト教の言い方ではありませんね。キリスト教ではこういう言い方はしません。 そしてまたエリジウム。まあ、エリジウムというのは先ほど言いましたように死後、えー、に住む楽園のことを言うわけです。でこれはまあいろんな絵が描かれていますけども、このその中の一つがこの絵ということになるわけですね。で、ケラブ。問題はケラブなんですけども、えー これで魔力ってのあのか、必ずしも悪魔の魔力っていうなくなスーパーパワーのことを言うんですけどもね。うんて、スケラー、ステ、フォーゴー、フォー,フォーゴーってと,ところであの、大学ではもう最高になってますか、フォルテが置かれるところですね。で、地天使で、上位3位、まあ、セラリィム、セラフィム、ケラムって、まあ、第2位の位置にあると。となると、そうしますとこのあれですかねケラフっていうのはやっぱり延期っていうことになりますよね。違うでしょうか。まあ、まあ、その、 ケラブこの子が出てくる、まあ、あのプロメテイスは第二位の地ンにつくわけあのですけどもねあの、まあ、それはあのちょっと 結論、もう少し先に伸ばさせてください。で、これはルシファーと書いてありますけど、これは間違いですね。これはルシファじゃなくて、今はイシュタールというふうに落ち着いています。いわゆる、まあ、法上の神。もっと言いますと、このイシュタールが、まあ、あの、シャーマーシュなし、ヘリオスと組んで、キリスト教を立ち上げるわけですね。ですから、まあ、こうした流れの中からもですね、あの、キリスト教と、まあ、ミトラ教というのは、相対立する、まあ、勢力であったということは、これでわかるわけです。そして、えー、地上に、まあ、まあ、天、天、 天井の世界から追放されて、まあ、サタンになるわけですね。まあ、これはキリスト教側の解釈ですけどもね。で、一方、まあ、人間側にとっては、まあ、人間創造の、まあ、神ということになるわけです。ですから、プロメテウスというのは、まあ、私たち人間にですね、知恵を与えてくれた、まあ、知恵をね、遺伝子操作によって与えてくれた、まあ、神ということになるわけですね。あくまでもそれは、あの、神話の世界の話ということになるわけですけどもね。 で地天使ケルブ,ケルブピル、まあ、神の前に立つ神というのは、まあ、誰かということになるわけですけどね、えー、当然、アフラマズだということになります。さあ、ここでもう一度繰り返しますけども、ベートーヴェンが大工の中で歌ったといいますか、シラーが歌い上げた神というのは、星空の彼方にいるということなんですね。 イエス・キリストでもなければイエス・キリストの御父でもないわけですね。エルシャダイでもないわけです。星空の彼方にいると訴い上げているわけです。そこでベートーベンはトルコ風行進曲ということに言われますけど、ト,リコトルコ行進曲を大工の中に織り込みました。なぜベートーベンは トルコ風行進曲をですね大学の中に織り込んだかはこれを先ほどの図をですね逆に見ていくと分かるんですシスティーな礼拝堂ディカラ・イイミケランジョロ・マクダ・ヴィンチミトラ教・キリスト教ギリシャ神話ですねまずそうした世界を逆にいきます実は この神の前にミトラ教があったわけですね、ゾラスタ教、つなここにミトラがいますけども、この帽子を見てください、これはフリギア帽です。フィリジアムタップといいますね。フィリギアというのは、もともとはトルコ中部の古名なんですね、古い名前なんです、ここにありますね。ミトラ教はここで生まれ、そして、全1世紀には、 ペルシャ一体に勢力を広げたわけでありますじゃあナンバーナインの党それからフリーメイソンの関係もう一度復習してみますとフリーメイソンの理念を信したものでありドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたものであるということなんですだから私は大福公共局はミトラ教傘下の公共局であったと断言しますその証拠にと言いますか ローマンカトリックはですね、ナンバーナインを演奏したことはありません。なぜならば、彼らはその理由を知っているからです。あるいは演奏することができるでしょうか。ということで、話を終わりますが、最後にもう一つだけ皆さんに謎を話したいと思います。先ほど言いましたように、右がモーゼです。左がゼウスです。 16世紀に作られたミケランジョロの右の彫刻、そして紀元前に作られたゼウスの彫刻、その間には1500年という流れがあるんですけども、この両者は同じです。ただ、写真を撮る角度がほんの少し違いますので、見にくいかもしれませんけども、どこで、どうやって、そしてなぜミケランジョロはモーゼの顔に似せて、がゼウスの顔に似せてと言った方がいいのかな。 Uh, Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Taka, Japan. Today's story is about the mystery of freedom. Where did the freedom come from? Or you may ask yourself if you're really free or not. This is a story about it in Japanese. フランス革命です。この女性を見てください。マリアンですね。この女性を見てください。この頭に注目してみてください。この女性は頭にフリギャ帽をかぶっています。 フリギアというのは古代トルコ中部の国名でしたフランス革命の党首たちは皆このフリギア帽をかぶっていましたそして自由平等友愛を求めて戦ったわけでありますこれがフリギア帽ですこれは革命歴といいまして それまでカトリックが使っていました、えー、グレゴリー歴に対してですねフランス革命軍があ使制定した暦ですまあ、まあ、あまり人気がよくなくてこの革命歴はそれほど長く続きませんでしたけれどもこの革命歴にも女性もフリギャ帽をかぶっていますこれがフリギャ帽ですなぜフランスの革命の党首たちは フリギア帽をかぶっていたかここに一枚のレリーフが今ありますが言うまでもなくフリギャボーはミトラ教のミトラのまあシンボルでもあったわけですねでもう一つの流れを見てくださいミトラ教があり古代ギリシャがあり、まあ、彫刻で表された世界ですねそして時代が飛びますけどもその先にフリーメイソンがあるわけですその一方で、えー、旧約聖書の流れを組む ユダヤ人の、えー、キリスト教があったわけですねそしてルネサンスの時に大きくこの2派が対立しますダ・ヴィンチとそれからミケランジョルですねダ・ヴィンチは明らかにリプタリアンの助けを借りていましたそしてその先にローマン・カトリックがありそしてフランス革命がそれに対して勃発したわけであります ルネサンスはまさに暗黒の時代だったんですね一般民衆はなぜフリギャボをかぶって戦ったかこの構造を見て頂ければわかると思いますそしてその先にアメリカが生まれ誕生し自由の女神像がフランスから送られることになったのであります世界中が、まあ、国旗がですね サンタカタリーナの国旗それからニカラガ軍の紋章皆フリギア棒を使っていますその理由はもう皆さんお分かりですね さあここでもう一度繰り返しますけどもベートーベンが大工の中で歌ったといいますかシラーが歌い上げた神というのは星空の彼方にいるということなんですねイエス・キリストでもなければイエス・キリストの御父でもないわけですねエルシャダイでもないわけです星空の彼方にいると歌い上げているわけですそこで ベートーベンはトルコ風行進曲ということに言われますけどト,コトルコ行進曲を大工の中に織り込みましたなぜベートーベンはトルコ風行進曲をですね大工の中に織り込んだかはこれを先ほどの図をですね逆に見ていくとわかるんですシスティな礼拝堂 からミケランジョロ・マッダ・ヴィンチミトラ教、キリスト教ギリシャ神話ですねまずそうした世界を逆にいきます実はこの神の前にミトラ教があったわけですねゾラスター教つながらここにミトラがいますけどもこの帽子を見てくださいこれはフリギア帽です フィリギアというのはもともとはトルコ中部の古名なんですね古い名前なんですここにありますねミトラ教はここで生まれそして全1世紀にはペルシャ一帯に勢力を広げたわけでありますじゃあナンバーナインの塔それからフリーメイソンの 関係もう一度復習していますとフリーメイソンの理念を信したものでありドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたものであるということなんですだから私は大学公共局はミトラ教傘下の公共局であったと断言しますその証拠にと言いますかローマンカトリックはですねナンバーナインを演奏したことはありませんなぜならば彼らはその理由を知っているからです あるいは演奏することができるでしょうかということで話は終わりますが最後にもう一つだけ皆さんに謎を話したいと思います。先ほど言いましたように右がモーゼです左がゼウスです。16世紀に作られたミケランジェロの右の彫刻そして紀元前に。 作られたゼウスの彫刻、その間に1500年という流れがあるんですけども、この両者は同じです。ただ、写真を撮る角度がほんの少し違いますので、見にくいかもしれませんけれども、どこで、どうやって、そしてなぜミケランジョロはモーゼの顔に似せて、がゼウスの顔に似せてと言った方がいいのかな、えー、モーゼの顔を彫ったのでしょうか。 Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Taka, Japan. Today's story is about the mystery of freedom. Where did the freedom come from? Or you may ask yourself if you are really free or not. This is a story about it in Japanese. フランス革命ですこの女性を見てくださいマリアンですねこの女性を見てくださいこの頭に注目してみてくださいこの女性は頭にフリギア帽をかぶっていますフリギアというのは古代トルコ中部の国名でした フランス革命の党首たちはみなこのフリギア帽をかぶっていましたそして自由平等友愛を求めて戦ったわけでありますこれがフリギア帽ですこれは革命歴と言い,いましてそれまでカトリックが使っていました、えー、グレゴリー歴に対してですね、フランス革命軍があ制定した 小読みですまあしまあ、あまり人気がよくなくてこの革命歴はそれほど長く続きませんでしたけどもこの革命歴にも女性もフリギア帽をかぶっていますこれがフリギア帽ですなぜフランスの革命の党史たちはフリギア帽をかぶっていたかここに一枚のレリーフが今ありますが言うまでもなくフリギア帽は ミトラ教のミトラのシンボルでもあったわけですね。でもう一つこの流れを見てください。ミトラ教があり、古代ギリシャがあり、まあ、彫刻で表された世界ですね。そして時代が飛びますけども、その先にフリーメイソンがあるわけです。その一方で、えー、旧約聖書の流れを組むユダヤ人の、えー、キリスト教があったわけですね。そして、ルネサンスの時に大きくこの2派が対立します。 ダヴィンチは明らかにリプタリアンの助けを借りていましたそしてその先にローマンカトリックがありそしてフランス革命がそれに対して勃発したわけでありますルネサンスはまさに暗黒の時代だったんですね一般民衆はなぜ フリギャボをかぶって戦ったかこの構造を見ていただければ分かると思いますそしてその先にアメリカが生まれ誕生し自由の女神像がフランスから送られることになったのであります世界中が、まあ、国旗がですねサンタカタリーナの国旗それからニカラガ軍の紋章 皆フリギア棒を使っていますその理由はもう皆さんお分かりですね